チョベ国立公園は、ボツワナ北端部にある、国立公園。チョベ川付近のパノラマチョベ川流域は開票に集まる4輪、駆動車観光客の休憩場所アフリカ大陸の中でも、野生動物が多く生息している地域の一つとして、知られる。ボツワナでは、中央カラハリ動物保護区とクギャリガーディトラフランティエ、パークに次いで3番目に広い動物保護区である。 ボツワナ発の国立公園でもある。野鳥も多く、450もの種が生息している。また、この国立公園は5つの国にまたがる小番号、ザンベジトラフランティエコンサーベーションエリアの一部とみなされている。大きく4つのエリアに分けられ、それぞれが異なる生態系を持っている。国立公園北東部に位置し、チョベ川の沿岸、青々とした草原。 地域の森林からなる。ビクトリアの滝に近いため、最も観光客が多いエリアである。国立公園は北東でナミビアと接しており、その境界線に沿ってチョベ川が流れている。チョベ川沿岸は、八食いの生息地であり、また寒気にはアフリカゾウやアフリカ水牛が水を飲みに訪れる。川沿いには国立公園北部への玄関口である重ねの町があり、 数多くの宿泊施設がある。国立公園西部に位置し、1万878平方キロメートルの広大な面積を持つ。マバベ川の入り口から北に約50キロメートル。このエリアは大規模なサバナや起伏のある草原で覆われ、野生生物の活発な営みが観察できる。サブティシッチとは、地殻変動によって、水の供給が断たれた湖の痕跡である。 現在は、セイウティチャンネルと呼ばれる川を通じて断続的に水が供給されている。この川は、雨が降ると干上がり、それ以外の時期は、水が流れるという奇妙な性質を持っている。これも、地殻変動の結果である。これにより、川岸には100本もの枯れ木が立っている。寒気には、ビボイノシシ、クーズー、インパラ、シマウマ、オグロニュー。 そしてオスのアフリカゾウ同士の戦いを見ることができる。ウッキにはライオン、ハイエナ、そしてレにチーターも見ることができ、野鳥も多い。また、季節によってはシマウマや肉食動物の大移動も見ることができる。国立公園北西端からサブティ北部にかけて位置し、クアンド川の沿岸部にあたる。西にはセリンダ保護区があり、北はクアンド川を挟んで、 ナミビアのマミリ国立公園と接している。沿岸部は森林、沼地、湿地で構成されている。このエリアはライオン、ヒョウ、リカオン、ローンアンテロープ、セーブルアンテロープ、カバが高密度で生息しており、アフリカゾウの大きな群れも見られる。また、アカリイチュエ、シタツンがワニも見ることができる。野鳥の数も非常に多い。セイブティマーシュトリニアンティー。 マーシュの間に位置し、暑くて乾いた内陸部である。あまり知られていないが、イランドの絶好の観察スポットである。もともとは狩猟採集民族である。三人が食料を求めて移動しながら生活していた。現在でも公園内に、かつての祝いを見ることができる。20世紀初頭、後にボツワナとなる土地はいくつかの異なる土地賃貸法によって分割された。その際、 国立公園の大半の領域は王室御領地となり、1931年、国立公園として野生生物を保護する構想が作られた。翌年、チョベ区域の周辺2万4000平方キロメートルが公式に飼料禁止区域となり、さらに2年後には3万1600平方キロメートルに拡大された。 1943年にテツバエによる感染症が流行して一時は動きが止まったものの、ようやく1953年に政府によって2万千平方キロメートルのエリアを動物保護区にすることが推薦された。その結果、面積は狭いものの1960年にチョベ動物保護区が成立し、1967年には国立公園に指定された。その時点においては、 区域内にはセロンデラの林業地域をはじめとしていくつかの入植地があったが、その後徐々に移住が進み、1975年には全域で人間の居住がなくなった。セロンデラの林業跡地は今でも見ることができる。また、1980年と1987年の2回にわたってエリアが拡大された。チョベの最大の特徴は、 そのアフリカゾウの生息数の多さであろう。現在でも5万頭が生息しており、これはアフリカ大陸でも最も生息密度が高い。さらに将来的に見ても地球上で最も多くのゾウが生息し続ける場所でもある。1970年代から1980年代にかけての大量の密漁が横行し、1990年には数千頭まで減少したが、その後は 確実にその数を増やしている。ここに生息している像はすべて、カラハリ像と呼ばれ、地球上で最も大きな像である。もろくて短い増減が特徴であり、その原因は、土の中のカルシウム不足と考えられている。いくつかのエリアでは、像が増えすぎることの弊害も出ている。実際、間引きが検討されたこともあるが、これまでのところ一度も行われていない。寒気には、 チョベ川ーアンド川の沿岸に滞在し、ウッキには公園の南東部に広がって滞在する。生息域は国境を越えて、ジンバブ北西部まで広がっている。エレファントカルズインチョベ、<話> httpww.douyou.co.uk ナショナルパークスインターナショナル、チョベナショナルパーク25、252,658。ありがとうございます。